うるさい。ゆっくり締めてもらわないと倒れもわかんない。そうか。俺とは。で、炊飯にすればいいんだね。どうしよう。いや、炊き込みになってますよ。もう、ご飯はですね、炊き込みご飯があるやろ。あ、そう、ちょっと待って、取り消しとる。ここ合わせた合わさなあかんねん。センターも。センターは取り消しや。うん、取り消した。取り消した。メニュー。困るぞ。ここへ。あ、正解くれ。オッケー。やっぱり、適量。適量。適量。ない、ない。ちょっとまだ薄いかな。ナスがあるかな。オッケー。ごま油はもう最初、一番最初です。これが食べても大丈夫。11？ 少し、こっちの方に。そう、そっちへ、少しやるしね。大体5対5で分けたら。これは水絞った方がいいんですかね。いや、しろ。引っ張らないで、そのまま。本当はね、これが、あの、牛肉だったら、熱いうちにやってると、ジューッとかけるんだよね。そうすると、油淋鶏になる。お茶持ってきて。ご飯も大丈夫かもしれない。大丈夫。先に書きましたもんね。お湯が行きまして。いやいや、これ書きますのが大変だ。できた。もうできた、できた。できた。バッチリや。バッチリや、本当。お、なんで？いや、大丈夫。取り消し。あ、取り消し。保温状態。これ、おこげがうまいんだけどな。やんないよ。やんないよ。ゴンが最高のおいしいんだ。うん。あ、でもここの香りがね、ここの香りがすごい。いいね、本当。まあこんなもんか。やっぱりごぼうはあれね、遅くやるっていうのはやっぱり一つのポイントなんだね。カレンズのね、この香りが残る。カランスパはまた入れます。はい。じゃあお願いします。はい、もらった。はい。